クラースナ・ホルカ城は、スロバキア共和国東部のコシツケンロジュニャバ軍、クラースノ・ホルスケーポフ・フラジエ村、クラスノ・ホースク・ポドレット・ジェー、美しい丘の城下の位にある城郭である。最初に文献に登場するのは1333年で、16世紀以降、ハンガリーの名門貴族アンドラーシケが、居城にしていたことで知られる。もっとも、保存状態が良い城と言われていたが、 2012年3月10日の火災によって一部が損傷した。13世紀、アーコス兄弟がトランシルバニアからコシ室スピシュ地方を経てポーランド方面に至る街道が通る当時のゲメル地方のこの地に城を建設したのが始まりと言われている。当初は中上の塔と一般的な要塞を備えた居住用の城でアーコス家及び道家が解消した。 ベベック家の居城となった。1441年に、ハンガリー王国の傭兵隊長、ヤンイスクラのゲメル地方侵攻で一時占拠されたものの、破壊は、免れ、再びベベック家の居城となった。1546年には、フランティシュク・ベベックにより、イタリア人建築家の設計で、オスマン帝国侵略に備えた要塞に改築されたが、ベベック家が持つ、ノボフラト地方のフィラコボ城が、 オスマン帝国に接収された際に軍勢を攻撃した。フランキシュクが捕らえられた後、ベベック家の領地は1567年、オスマン帝国に没収され、ベベック家は処刑され断絶した。城はしばらく荒廃した状態となっていたが、1578年、ハンガリー貴族ペテル・アンドラー氏が、長期賃貸の形で城を入手。以降アンドラー氏家が100年余りをかけて、 要塞機能を持った居城として再建した。同時に、近くのベトリアル村にあったアンドラーシケ所有小園の別荘の改築も進められ、共に1710年にほぼ終了した。1770年には鳥をバロック様式のチャペルに改築。1818 18年には火災にあったが、その後再び修復再建が行われた。19世紀後半、スイトの山で世界初の 観光協会が発足するなど、中央一帯で高まった観光熱を背景に、由来アンドラーシは1875年、城をアンドラーシ家の家族博物館に改装し、一般公開を始めた。またアンドラーシ家は1903年から1905年にかけて城内でレストランも運営。チェコスロバキア建国後も1945年まで同家所有の状態が続いた。 第二次世界大戦後、城は国有化。1963年に、チェコスロバキア社会主義共和国の中央、登録記念物材に登録され、1970年には、スロバキア社会主義共和国の国民文化記念物に指定された。2010年から2011年にかけて、この城は再整備され、2011年4月に、再び一般公開された。 2012年3月10日、枯草の火が城に延焼する火災が発生し、内務省消防救助隊、ロジュニャバ軍本部が消火活動に当たったものの、城の屋根及びゴシック様式の宮殿にある展示場と首脳が全焼した。翌11日、スロバキア共和国警察隊、コシテ県本部は、11歳と12歳の少年2人が喫煙しようとした火が、 周辺の枯れ草に燃え移ったのが原因だと発表した。この火災で、手狼の3つの鐘は、火災の熱で溶け原型を失ったほか、建物は大きく損傷し、当初は収蔵の多くの工芸品も失われたと見られたものの、スロバキア国立博物館の調査の結果、収蔵品の90%は無傷であったことが判明した。ダニエル・クライツェル文化大臣は、 施設及び収蔵品の損傷は、城上部に限定されたものであったことを明らかにした。被害額は800万ユーロに達すると見られている。屋根を失った城閣上には、同年12月までに木造の仮設屋根が設置され、2013年から本格的に修復作業が進められている。ウィキメディアコモンズには、クラスナホルカ城に関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。